新たな戦闘機の開発、日本、イギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムがいよいよ動き出したみたい。日本はアメリカのロッキード・マーティン社との共同開発が固いと目されていた点を覆し大きな変化を見せたよな。そうだね。今回は日本の IHI 社とイギリスのロールス・ロイス社による機関部の開発について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年も最後の月を迎えた12月9日、新たな戦闘機開発の枠組みを GCAP グローバルコンバットエアプログラムと名付け、日本とイギリス、イタリアの3カ国によって共同開発を行うことを正式に発表したよ。日本とイギリスでは2021年の末には次期戦闘機のジェットエンジンの実証実験を行うことが決まっており、2022年の初めより日本の IHI 社とイギリスのロールスロイス社において実証実験を始動。2022年2月には次期戦闘機用のレーダーセンサー類の実証実験機の共同研究も決定していたんだ。したがって今回の日本とイギリス、イタリアの3カ国による GCAP グローバルコンバットエアプログラムの始動は、これまでの流れを公式に各国政府が認めて満を持してのプレス発表と言ってよいだろうな。この GCAP グローバルコンバットエアプログラムで開発される戦闘機は航空自衛隊が運用している F2 戦闘機と、イギリス空軍とイタリア空軍が運用しているユーロファイタータイフーンの後継として採用されるぜ。この2年ほどで急速に強化された日本とイギリスの間での次期戦闘機をめぐる協力関係ですが、これまでのアメリカのロッキード・マーティン社が開発技術のサポートという形で関わるのが当然だという動きに区切りをつけた形となったわけだな。太平洋戦争での敗北後、自衛隊が装備する戦闘機などの軍備につながる産業分野において、アメリカ製の機体を製作に応じて日本の企業が調達するといった形で制御され、航空機の開発技術も大きく後退することになったからね。今回の次期戦闘機開発は現在、航空自衛隊が保有している F2 戦闘機の後継機が目的で、そもそも F2 戦闘機開発の段階では国産機を開発する計画でしたが、当時エンジン部の製造が技術的に困難で、三菱重工業者を主としながらも、アメリカとの共同開発となり、F2 開発当時は日米貿易摩擦が影響し、日本とアメリカ間において政治的な問題から、アメリカの F16 ファイティングファルコンをベースとすることが求められ国産化が果たせなかったんだ。その F16 戦闘機ファイティングファルコンの各部において、胴体を延長し主翼の大型化など機体の大型化が行われたほか、日本の最新電子技術も盛り込まれ大掛かりな変更が加えられ、必要な対艦攻撃能力が強化されたってわけ。ところが、完成した F2 戦闘機の機体の中核である制御部分の情報が日本に公開されなかったため、後の状況の変化による日本での自由な仕様変更を行うことはできなかったぜ。そこで F2 戦闘機開発の経験をもとに、その後継機開発に際しては日本の三菱重工業者を主契約企業として、その下に国内の各分野の関連企業を決め、日本が開発の主導権を有することを前提として進めてきたってわけだな。もちろん、アメリカのロッキード・マーティン社やボーイング社との技術支援も視野に入れていたんだけど、これまでのようにシステムなどの情報をブラックボックス化される可能性も否定できない状況で、日本とアメリカの意見が折り合わなかったのではないかな。そこで、次期戦闘機開発において戦後初めてアメリカ以外の国、イギリスとイタリアに日本を含んだ3カ国で協力し開発、配備が決定し、これまでのアメリカとの関係とは違い、対等な関係での開発になると期待されているぜ。さて、今回の GCAP グローバルコンバットエアープログラムの開発にあたっては、日本では三菱重工業者が主契約者となり機体を担当し、 IHI 社が機関部を、三菱電機社が電子機器を担当することが決まっているよ。そして、イギリスからは BEA システムズ社が全体の統括と機体を、ロールスロイス社が機関部を、レーザー、センサ部の電子機器等をレオナルド社が担当し、チームテンペスト計画そのままでもあるんだ。
そもそも、この3カ国による GCAP が決定する前は F2 戦闘機の後継機には日本の IHI 社が製造した国産のエンジンを使用するとの見方もあったんだよな。それは日本の次期戦闘機開発の一環として防衛装備庁と IHI が開発を進めてきた実証実験企業に開発した XF51 エンジンや XF9 エンジンがタービン入り口付近の高温に対する耐熱性、大きな電力消費に対する発電能力やステルス性の確保に対する推力に関して次期戦闘機に十分に対応しうる品質であり、すでに2018年に1機ではあるが、IHI 社が防衛整備省に納入しているからだな。そこで製造された XF9 エンジンは地上での動作確認ではあるものの、アフターバーナーの使用時には最大推力約15トン以上、空気吸入用のタービンの入り口付近の温度でも約1800度を記録し、世界標準クラスの数値を示しているよ。この FX9 エンジンは現在の防衛装備庁と IHI 社が次期戦闘機開発の一環として2010年から開発開始されたもので、基本的なコンセプトはスリムで大出力である、ハイパワースリムエンジンと呼ばれたみたい。XF9 エンジンを搭載する戦闘機の、ステルス性能を極限まで高めるためにスリム化を推し進め、同時に搭載する燃料や兵装の収納スペースを拡大することは大きな目標だったんだ。そして、近年では戦闘機による空対空戦闘は減少していると入っても、今回の FX9 の大出力は戦闘機としての高機動性を保持するために不可欠な条件であり、敵のミサイル等による攻撃の回避にとても重要だぜ。こうして出来上がった国産の戦闘機用 FX9 エンジンだが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値もクリアしていますが、実用機でのテストはまだ行われていないので量産化には時間がかかりそうだぜ。XF9 は戦闘機開発において国産化に向けて一定の成果を上げており、次期戦闘機への搭載に期待されているよ。さらにイギリスのロールスロイス社との関わりの中でこれまでに培われた技術がいかに活用されるか注目されているね。さて、イギリスのロールスロイス社といえばイギリスやイタリアが採用している現行のユーロファイタータイフーンの機関部の開発も主導しており、世界的なエンジンサプライヤーだよね。そのイギリスのロールスロイス社ですがテンペスト計画における機関部の開発には難航していると伝えられており、戦闘機の機関部の開発がいかに難しいか考えさせられるよ。ロールスロイス社が開発する機関部は、著しく電力を消費することに対して、スモールコア電力、熱制御、すなわちコアは小さく、電力は大きく、発生する熱を制御することに取り組んでいるぜ。しかし、そんなロールスロイス社の技術力はアメリカには劣るとはいえ、日本の XF9 エンジン技術よりははるかに高く、これからの戦闘機に求められる、発電能力と冷却性能の分野で先行していることから、やはり開発の主導権を握るのではないかと目されているな。そして、IHI 社製の FX9 エンジンだが、小スペース、将来の戦闘機に対応できる発電容量も実現していますが、まだ発電能力と冷却性能の分野では譲るところもあり、今後これまでの開発を活かし実用機での採用を期待したいところだぜ。IHI 社は2007年7月に社名を変更したんだけど、それまでは石川島播磨重工業株式会社として江戸末期から160年を超える歴史があり日本の三大重工業の一角を支えている、代表する企業だよね。航空宇宙事業、エネルギープラント事業を手掛けており、日本初のターボジェットエンジンを開発するなど、航空機の分野においてジェットエンジンの製造では日本国内で 60% のシェアを誇っているよ。IHI 社がライセンス生産したものには現在、航空自衛隊が運用している F2 戦闘機に搭載しているゼネラルエレクトリック社の F110 エンジンや、F15J イーグル戦闘機が搭載しているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンがあるんだ。また、海上自衛隊が2013年から運用を開始している P1 哨戒機に搭載されている F7 エンジンは IHI 社によって開発され、小燃費、低層音が特徴で実用化量産化されているぜ。
このエンジンはターボファン形式の高バイパスエンジンとして民生品にも応用が模索されているらしい。海上自衛隊が運用しているヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型やミサイル護衛艦のマヤ型の建造を手掛けたジャパンマリンユナイテッド株はユニバーサル造船と IHI マリンユナイテッドが合併して誕生しており、もともとは IHI 社の造船部門から派生した企業であり、 IHI 社の技術力の高さが伺えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録してね。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうだね。世界に誇れる日本の技術があることは喜ばしいことだな。気になるのは具体的にどんなところがすごいのか、というところだぜ。そうだね。今回は最新鋭潜水艦である OU、東流について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海自の最新鋭潜水艦 OU の引き渡し式が行われたよ。この OU は、双流型潜水艦の11番艦で、母港は広島の呉基地となっていて、日本の広大な領海を防衛する新戦力として実戦配備の日を迎えたというわけだね。呉といえば海軍基地として有名で、大ヒットしたアニメこの世界の片隅にではあの大和の勇士が呉港に浮かぶシーンもあったよな。余談だが、太平洋戦争末期、アメリカは原爆を呉に落としたかったそうだが、天候の問題で広島に落としたらしく、軍港である呉を狙ったというのは当然とも思えるぜ。さて、その OU のデータを紹介するんだけど、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては世界でも有数の大型と言われるほどの仕様になっているんだ。双流型潜水艦は10番艦まではディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していたんだけど、11番艦 OU はディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式を採用したため、かなり大きく変更したということになるよね。ここで気になるのが OU の速力だが、公表された値は水上で13ノット、水中で20ノットだから、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方も多いだろうな。ここで再確認したいんだが、そもそも現在の潜水艦という兵器の位置づけが、最重要軍事機密に該当することは言うまでもないよな。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されてしまうような正確な数値を公表するわけはなく、わざと従来艦と違いのない値を公表していると考えるべきではないだろうか。また最新鋭艦 OU だけでなく、従来の双流型についても連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度など、潜水艦の性能に関する重要な情報は極秘事項として一切開示されておらず、まさに厳重機密扱いということがわかると思うぜ。潜水艦のデータを隠しているのは日本だけではなく、世界的にも同じ傾向だね。だから OU の公表値水中速力は20ノットだけど、これは実際の可能速度とは全然違うのではないかと推測する人も大勢いるみたい。まあ、当然といえば当然だよな。データ取得の理由は、水中速度と連続潜航可能時間が明らかになれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう危険性があるからだぜ。人の目に触れず、隠密行動を行う潜水艦にとって活動範囲は絶対に敵に知られてはならない情報であり、特に通常動力型潜水艦においては、絶対に秘密にしておくべき情報と言えるだろうな。実は原子力推進型潜水艦だと、機関部分だけを考えれば理論上、ほぼ無限に連続航行できるということがはっきりしているよ。また原子力を利用した機関は強力だから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識だね。だから、原潜は通常型とは逆に隠す必要がなく、むしろ、隠してもバレバレといった方が正しいわけだ。現実的には原潜であっても、それを動かす人間潜水艦乗組員は艦内で生活しているわけだから、
彼らのための食料など物資の補給は必要だぜ。狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていく人間のメンタリティの課題など様々あるだろうしね。つまり源泉自体はストップしなくても、中にいる人間にとっては源泉での長期にわたる生活は困難が伴うものってわけ。話を大湯に戻すんだけど、鉛蓄電池と比べると出力が大きいリチウムイオン電池を採用しているから、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは思えないんだ。瞬間的なパワーは原子力推進型に引けを取らないのではないかと思われるよ。原子力推進型潜水艦には確かに長所が多く、それを考えると、アメリカやイギリスなどのように、保有している潜水艦が全て源泉である国々が軍事力で優位に立てることは明らかだね。建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を考えなければ、原子力推進型は一番パワーがあり、これに勝てる機関は今現在では存在しないとも思われるから、無敵と言っても過言じゃないよ。例えがちょっと飛躍するが、原子力推進型というのは簡単に言うと、人気アニメ新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関イコール人類の敵とされる人が体内に持っている永久機関のようなものと思われるぜ。つまり、無限に近いエネルギーを発生させることができる仕組みと考えてよいな。永久機関は昔から作りたいとか、作られたが壊されたなど色々と言われてきたけど、はっきり発明されてはいないみたいで、昨今はこの言葉もあまり見なくなったんだけど、人類は永遠はないと考え、永久機関を考えることを止めたのかもしれないね。原子力推進型、通常動力型であるかに関係なく潜水艦の性能のポイントとなるのは最大潜航深度で、どれほど深く潜れるかによって敵の各種ソナーの捕捉から逃れられる可能性が高くなるんだ。言うまでもなく、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難で、潜航深度に対応したソナー等の使用しかできないことを逆手にとって、自分の位置を敵に知られることなく、敵艦だけを一方的に攻撃できることを意味しているよ。要するに敵のソナーより深く潜れば有利で、つまり、敵より深い位置にいれば、下から敵を攻撃できるというわけだな。実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が同じ海中に潜んでいるかもしれないと思えば、自分たちに危険が迫るわけだから、水上艦艇の行動はかなり制限されるはずで、敵の捜索行動を牽制する力があるのは言うまでもないぜ。大湯は船体に使われている素材の強度から約600メートル以上の深度まで潜航可能ではないかとも見られていて、それが事実ならば、中国海軍潜水艦の深度が約300メートルだから、かなり優位とも言えるよね。しかし、舞台となるのは水深の深い太平洋ではなく、水深が浅い東シナ海や南シナ海で、ここを中国海軍との対潜水艦船の主戦場と仮定した場合、大湯ではオーバースペックではないかという指摘も聞こえてくるみたい。簡単に言うと、ここに大湯を出すのはもったいないということだろうな。獅子はウサギを倒すにも全力を出すという言葉もあるが、強力な兵器を惜しんで自説を逃しては元も子もないと思えるぜ。潜水艦のキーポイントである潜航深度以外にも、日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由がもう一つあり、それが静粛性だね。視界が悪い深い海中では、潜水艦の動きは音で判断するしかなく、となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が当然有利ってわけ。大湯は、原子力推進型より構造的に優れている部分を極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持った潜水艦になったみたい。大湯の静粛性については、中国潜水艦浮上事件が証拠になるかもしれないな。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に中国海軍潜水艦が突然浮上するということがあり、海中に隠れて行動するはずの潜水艦がなぜ浮上したのか、大騒ぎになったが、真相は空自、海自が執拗に追跡したことにより、大湯から逃げられないと判断して、仕方なく浮上したと推測されているぜ。要するに、追跡されるまで気がつかなかったということだから、大湯の静粛性の凄さの証明ということだろうね。中国海軍の源泉には、
数多くの騒音トラブルが発生しているらしいから、秘匿性に関して、OU は世界最高水準の潜水艦と言っても間違いはないと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年2月に始まったロシア・ウクライナ戦争も今年で3年目に突入する気配が濃厚だよね。また北朝鮮はその一方の当事者であるロシアへの弾薬等の援助と引き換えに食料や燃料、軍事技術の移転を受けると言われているぜ。そうした状況を反映してか昨今の北朝鮮は何かと韓国を敵対視する方向へと回帰する姿勢を見せ、また中国は相変わらず2024年年初の台湾総統選挙で民進党の頼清徳氏が勝利を収めたことで軍事的な恫喝を強化することが想定されているな。こうしたアジアの情勢を俯瞰して見てみると、日本を取り巻くこれらロシア、北朝鮮、中国らの国々が従来以上に軍事力を背景とした強硬姿勢を加速させることは必然と見られ、日本の安全保障には新たな対応が求められるよね。さて今回は日本の安全保障環境が悪化の一途をたどることによる新たな対応について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。現在の日本の岸田政権は安全保障の強化の財源として増税の姿勢を示していることもあり、政治的には不人気で支持率も下降の一途をたどっているんだけど、財源を置いておくとすれば防衛予算の拡充には取り組みを強化しているよ。自民党と公明党の連立路線を続ける現岸田政権は、まず2022年末には国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画のいわゆる安保関連の3文書を、名称を含めて改定して閣議決定、防衛力の増強へと舵を切ったんだ。2023年度から2027年度の直近5年間における日本の防衛予算案は、合計で総額43兆円となることが打ち出されており、海上保安庁の予算まで包括するとはいえ、対 GDP 比でその額は 2% という規模への到達が予定されているみたい。そうした自国を取り巻く安全保障環境の悪化を見越して防衛予算案の増額に踏み出した日本だが、その使途内容で大きな比重を置かれているのは、スタンドオフミサイルと称する長距離打撃兵器の拡充だな。日本政府が言うスタンドオフミサイルとは、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃を敢行可能な長距離打撃兵器のことを総称したもので、かつては政治的には敵基地攻撃能力と呼ばれ、自衛隊が保有することを忌避された兵器でもあるぜ。しかし昨今の各種のミサイル兵器の長射程化の現実を受け、日本政府ではこの敵基地攻撃能力を反撃能力と政治的なレトリックで言い換えることでその保有の後ろ盾とした、とも言うことができるだろうな。こうした政治的な流れに基づき、日本の自衛隊におけるスタンドオフミサイルの具体例としてはアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルや、国産の1に式地対艦誘導弾の能力向上型、当初防衛用の高速滑空弾頭が挙げられているよ。トマホーク巡航ミサイルは今更説明は不要と思われるほど世界的に見ても著名で実績も豊富な巡航ミサイルであり、アメリカ海軍の水上戦闘艦及び、一部の攻撃型原子力潜水艦の主要兵装として進化を続けている兵装なんだ。日本政府は当初アメリカからこのトマホーク巡航ミサイルの最新のバージョンであるブロック5の調達を目指していたとされるんだけど、早期の導入を促進するため、一つ前の形式であるブロック4と半数ずつ、各200発ほどを導入する方向だと報じられているね。そしてこのトマホーク巡航ミサイルは、国産の1に式地対艦誘導弾の能力向上型の完全配備までの空白を埋める役割を担うものと期待されており、陸上自衛隊が配備中のオリジナルの1に式地対艦誘導弾は射程距離を飛躍的に延伸させるらしい。人に意識地対艦誘導弾の能力向上型は、オリジナルが最大でも射程距離 200km 弱であることに比して、第1段階でおよそ 900km、最終段階ではおよそ 1500km までの延伸を目標に掲げているぜ。
さらに現行のオリジナルの1・2式地対艦誘導弾が陸上の装輪式の車両から運用される地発型のみであることに対し、艦艇に搭載する艦発型や、航空機に搭載する空発型と発射可能なキャリアを多層化し、陸海空の3自衛隊の全てで運用を目指しているようだな。トマホーク巡航ミサイルにせよ、1・2式地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、ミサイル本体の飛翔速度は音速であり、昨今複数の国で実用化が進む極超音速兵器に比して、その効果をいぶかしむ声も一部では聞かれるみたいだね。しかし低空を地形を追翔して飛翔する巡航ミサイルは、ある程度の数を同時に使用することで敵の防空網を突破できる可能性は高く、現在のロシア・ウクライナ戦争の現実を見てもこうした兵装の迎撃が困難であることは明白となっているぜ。日本では当初はこうしたトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型の配備を2026年からの開始を想定していたが、昨今の主として中国側の軍事力の強化に鑑み、1年間の前倒しを行う方向を示しているよ。ではトマホーク巡航ミサイルにせよ、12式地対艦誘導弾の能力向上型にせよ、いかなる発射母体が想定されているのかといえば、まずはすでに海上自衛隊の多くの水上戦闘艦に装備されている VLS 垂直発射艦が対象になるだろうね。海上自衛隊の保有する水上戦闘艦としては現在8隻を有するイージス護衛艦がその筆頭に数えられると思われるが、アメリカ製のマーク、41VLS 垂直発射艦をこれらの艦艇は90から96セルほどすでに装備しており、比較的軽微な改修で運用が可能となるんだ。だがこうしたイージス護衛艦のような水上戦闘艦に止まらず、日本では潜水艦でこれらのスタンドオフミサイルの搭載を検討しており、その兵装としての運用方法の多層化を図るものと考えられているぜ。現在の日本の海上自衛隊の潜水艦隊は22隻体制が敷かれているが、ご存知のようにいずれも実戦配備中の親潮型8隻、操遊型12隻、太平型2隻は通常動力型の攻撃型潜水艦であり、その主兵装は艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦となっているよな。トマホーク巡航ミサイルはかつては 533mm 魚雷発射艦から運用可能なバージョンも存在し、イギリス海軍のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦はこれを搭載しているが、すでに生産を終えており調達は現時点ではできないぜ。そのため日本では初めて VLS 垂直発射艦を装備する潜水艦を実証実験艦として建造する計画を進めている最中ではあるけど、これがいかなるスペックを持つ潜水艦となるのかを含め詳細は未だはっきりとはしていないんだ。海上自衛隊の最新鋭の潜水艦である太平型の場合、基準排水量は3000トン、満載排水量は4200トン以上であると目されて入るが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては世界的に見ても最大規模とはいえ、VLS 垂直発射艦の搭載には小さすぎる感は否めないよね。ただし現時点で日本が行おうとしているのが、あくまで初の潜水艦搭載用の VLS 垂直発射艦装置の開発であり、そのコールドローンチを含めた機能面の実証ということであれば、今の大きさで確かめる可能性もあるだろうな。世界的に見ると通常動力型の攻撃型潜水艦で VLS 垂直発射艦を装備している実用艦は、韓国のトサンアンチャン補給ぐらいしか見当たらず、こちらは初期型のバッチ1と呼ばれるもので水中排水量で3800トンの艦隊に6セルの VLS 垂直発射艦を搭載しているぜ。韓国のトサンアンチャン補給は以後のバッチ2以降ではさらに艦隊を大型化させ、VLS 垂直発射艦の搭載数を10セルまで拡張する予定であると報じられており、そこに搭載する兵装も国産の玄武2 B 弾道弾であると言われているよ。玄武2 B 弾道弾の射程距離は最大で 500km ほどと予想されており、SLBM とはいえトマホーク巡航ミサイルや12式地対艦誘導弾の能力向上型よりも短射程ではあるが、韓国の最大の仮想敵国が隣接する北朝鮮であることを思えば十分な性能なのだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。